お待ちしてます。やっぱこのゲーム全然知らない人が来るとすごいテンション上がりますね。今日の七クマはかなり普段見ない人とか、五右衛門さんは前来たかな、でも、ね、本当今日久々に見ましたね。画面端強いから発動していった井上さんの斧でしたが、空中パン2度振り連続ですね。強いですね。いや、行玉をかわしながらダメージを取っていきました。足からの中盤はあのしゃがみ大パンのノックバックがやばい。これフォークでダンス削れてなさそうですね。フォークが先に早かったみたいな。まあでもとにかくボタンは押していきたいですね。もうパス慣れたい。ああ今もやばいですね。おろそ6中盤裏で大丈夫そうかなと思ったら、ダドの空中判定横に広いのかめくりになってましたけど、安田さんブロッキング入れてました。歩いてカニパンゲージを払って大きい攻め。さあこれは陣中力グラップを使う。おかしい、緊張パンもしっかり入れている井上さん。安田さんは画面端、危ない、しゃがめないパン、これ繋がらないがしっかりここ出していく。ジャックジェッパ大きい攻め、遅い、ジャンプ台系から埋めていく。危ない、ダッキングが緊張パスカル、ジャンプ台パス素直に行く。これやばい、裏に回るでしょう。フォーク警戒から裏に回って